せーの、パオーパパーチャンネルの文系です。よろしくお願いします。アーズが遅刻してるわけですよ。困った今日企画しようと思っておでんをね買っておいたのに全部2つずつあるんやけど僕の分だけでよかったわけよ。まずコンからそういった動画撮れへんし、そうなんですよ。今日ちょっと腕が短くて、今日腕がねすごい短くて今僕ね三頭身になっちゃってるんです。僕座ってると思ったでしょ、立ってますからねこれまあいいでしょう。だからアズ来るまでねちょっと一人で今日は動画撮ろうと思いまーす。おでんがねこれちょっと、からしいです、これ。開けて、こいしょ。あー、冷たくて気持ちいい。顔も拭きたいと。顔も汗も拭いてと。全部で2箇所止まってるから、こぼれそう。ここに貼っとくんです。ここに貼っとくと、後で使えるからね、これ。あー、まだ怖いよ。これも剥がして、これも後で使えます。ここに置いといたら。ここに、どっちかな？どっちか、どっちから顔が出るのかな？顔を拭こうかなと。ティッシュが机の左端にあるんだけど、腕がちょっと短くて届かないなと。差し上げましょう。忘れちゃダメなのがこのからしですよ。からしやっぱりね、おでんには必須。おでんにはからしがないとダメなんで、まず何からいこうかな。リラテンかな。持つのが難しい。今日はちょっと短くなっちゃったから。うん、直で行くんです、からしは。直で行った後で、おでんを。からしアフターおでんです。あ、逆で、あ、あー、うーん、美味しい。白滝とね、平手を同時に行きたいと。うわ、跳ねるんで気をつけてください。高いところから落としたら、白が跳ねるからね。みんな注意、これは。気をつけないと。怪我しちゃうから、冷静に行きましょう。拭きたいですね、顔を。顔を拭いて。あー、綺麗さっぱり。血流をね、良くして。で、次は何行こうかな。まず遅いな。もうね、30分も遅刻してるから、フェイス ID を使います。ちょっと近いな。腕が短いから、フェイス ID。SID が起動しません。なかなか。ダメだ。スクショ取っちゃいました。指輪を外してと。アーズとお揃いの。アーズとお揃いの指輪なんです、これ。で、おでんを食べようかな。さっきのね、からしのちぎった部分はね、おでんの中に入れました。白滝？白滝いきますか。あっ！あっ！この感覚は。最初はグー、じゃんけんポン。はい、僕の勝ち。アーズにじゃあ電話してみようかな。もしもし。おでんさ、ウインナーと卵とチキンチャクは残しておこう。早く来てくれんと。左耳からめっちゃ聞こえる声が。電話切られました。おでんの動画やのに全然おでん食べてないから、もうちょっと食べたいですね。ウインナーを、ウインナーそこの方に入れてあるから、もうちょっと下の、もうちょっと下にね、両手を使って。それも白滝ウインナーが食べたいな。ウインナーが食べたいんだよ僕は。でもやっぱり白滝かな。あー、食べたくなってきた。はい、うん、おいしい。もちもちで最高。マイルー、ボンジョルノじゃなくて、ボーノ。からしも行きたいな、一緒に。一回こっちに どけとこうかな。見て、この大きめの。これね、ケチってないよね。ローソンさんのおでんなんですけど、僕ね、おでんの中で一番好きかなっていう。おでんの中で最近一番好きなんですよね。っていうのを一回背中に入れたいと思います。あんな大きかったウインナーがちっちゃくなっちゃいましたけど。もう平手もう飽きてきました、平手は。飽きるぐらいがちょうどいいんですよ。アズもおでん食べたいよ。アズまだ来ないの。アズを喋ってくれたよ。アズになったって喋れるよ。はい。やっぱり、アーズがいなくなって、パオゾーって喋る。じゃんけんぽん。アーズまだかな。で、アーズにちょっと電話かけてみようかな、もう一回。あれ？なってんな。もしもし？あれ？もしもし？あれ？はおってんな。アーズどこそれ。画質悪い。ノイズすごいわ。暗いの、アーズ。暗いとこにおる、もしかして。髪の毛ボサボサやけど、アーズ。携帯2台持ちしました、最近。もうそろそろでも動画も終わろうかな。あーず来ないし。終わろうかな。どうする？終わろう。いや、ごめん、遅れたわ。ごめん。ほら、今日おでんの動画撮るから。撮れ。え、違う。ごめん、遅刻しちゃったから、これから撮るのおでん。え、食べてないよ。今、できたの。なんか変な夢やね。こういう夢あるよねって思った人は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということは動画の終わりって分かってるってこと？